どうも山田です。ポケモン GO に対人戦 PVP と言われるものが、まあ、実装されるよというような予告があったタイミングでですね、この動画が上がっている、こちら4日、12月4日はい、正式にこちらの仕様についていろいろな、情報が公式さんから発表となりました。これがですね、情報公開タイミングっていうのがこれ23時っていうのを聞いていたのでね、僕喋れないことがすげえいっぱいあったんですが、やっとこれで喋れる。そしてですね、公式サイトの方とかで、これ公式サイトかな、ツイッター多分どっちかで情報解禁になってると思うんですけども、日本国内向けの、いろんなね、こう要はその文章書く、記事書く、いろんな各社さんですね、向けのプレスに今回ね、ゲームイズの枠として僕も参加してきましたので、その時に実際触ってみて分かった情報、そして今回公開になった情報、ポケモン GO で近日実装になる対人戦の仕様について説明していきます。はい、まずはですね、今回のこの、まあどんな感じの仕様になるのか、トレーナーバトルの仕様についてざっくりと、まあ、公式さんがちょっとまとめている文章がございますので、こちらを、少しザサッと読んでいこうと思います。そして読んだ後にね、これ紹介していこうかな、細かいところで紹介していこうと思います。ポケモン GO、 トレーナー同士の対戦が楽しめる新機能、トレーナーバトルが登場と。はい、このトレーナーバトルというのはですね、今までのレイドバトルやジム戦ですよね、とは仕様が大きく異なります。でですね、割とカジュアルにプレイできるけれども、対人戦でのそのバトルの奥深さですよね、こういったものをこう追求した、そのなんかバランス調整にものすごい苦心をした、そういったものみたいです。ちょっとね、公式さんがちょっとまあそういったライターさん向けにね、送った文章をちょっと読ませていただきます。トレーナーバトルではトレーナーが3匹のポケモンを選択してパーティーを作り、他のトレーナーやポケモン GO のチームリーダーとリアルタイムで1対1の対戦を楽しむことができます。またこの機能から全てのポケモンにもう一つのスペシャルアタックを覚えさせることができるようになるので、各ポケモンにより個性を持たせることもできるようになり、戦略的にゲームを楽しむこともできます。トレーナーバトルではスペシャルアタックの防御に使えるシールドも新たに登場し、相手の強力な攻撃を防御することもできます。はい、まずはここの、今、トレーナーバトルの、まあ、その本当にバトル自体の仕様についてね、説明があったので、ここをちょっと解説していきましょう。まずですね、トレーナー相手と自分は3匹ずつこれポケモンを選出するんですが、これはですね、まあ、原作ポケモンのそのいわゆる原作と言われるね、本家と言われる方でも、バトルってあるんですが、結構これに近いですね。原作だと6体がお互いが手持ち何がいて、それを相手の6体6体見て、その中から3体何するみたいなね、選出するみたいな、そういうのがあるんですが、これの要は見えてないバージョンだと思ってください。見えてないバージョンって言うと分かんないかな。まあつまり手持ちにね、例えば、まあ、今回リーグが3つあるんですけども、そのリーグに対応した CP のですね、ポケモンの中から3匹まず選ぶと。で、自分が選んで、いざバトルってなるまで相手が何出してくるのか一切分かりません。だからノーヒントですね。お互いヒントが何もない状態でとにかく3匹ベンベンベンと選んで、これが用意ドンで、バトルにこう登場すると。またですね、これ対人戦と言っているんですが、まあ近くに人がいないとそしたらプレイできないじゃないかと思われる方、こちら今回紹介した文章の中にもあったように、ジムリーダーですね、各チームカラーのリーダー、はい、いますよね。3人います。それぞれいます。これとのいわゆる模擬戦みたいなものができるんですね。はい、ということでね、なんとね、まあ僕イエローじゃない、黄色チームじゃないですか。僕インスティンクトなんですけど、スパークさんとバトルできるんですよ。はい、まあ他のね、チームカラーの人たちも自分のチームのね、人とバトルができるっていう感じになりますので、はい、ちょっとこれね、まあそれがそもそも嬉しいなと思ったんですけども、まあそこは一旦置いといて、じゃあいざ実際の対人戦の時はどうなるかというとですね、今回のこのお話の中だとちょっとわかりにくい部分がいろいろあります。まず一つ目、スペシャルアタックをもう一つ覚えさせると。どういうことだと。はい、各ポケモンっていうのは今技を2つ覚えてますよね。いわゆる技1、技2って言われるやつ。まあ、通常技、ゲージ技とか、そういった言い方をして、まあ、2個目のやつをスペシャルアタック。まあ、っていう風に公式さんは、言っています。まあ、つまり、技をこう、打ったりとか、相手から攻撃を食らった時に溜まっていったゲージを消費して打つ技。威力が高い方の技ですよね。これ、通常だったら1つしか覚えられないんですが、これが2個になるんですね。ただし、この2個、今回ですね、公式さんのところでプレイしに行った時に、ちょっとお聞きしたんですが、星の砂や飴を消費することに
によって、既存の持っているポケモンたちに二つ目の技を追加することができるっていう感じなんですね。なので今回のこの仕様が実装になったタイミングで全員が技2個になるというわけではなくて、そこでまたコストが必要なんですよね。まあ、なので皆様、星の砂と飴は取っておきましょう。はい。そしてですね、今回このバトルするときなんですが、さっきねちょっとね出てきたんですが、シールド。はい。なんだシールドとは。はい。っていう疑問があると思います。このシールドっていうのは、相手がですね、技、いわゆるスペシャルアタック、技2と言われるやつですね、ゲージ攻撃とも言われるやつ、これを打ってくるタイミングでですね、相手が打ってきますと。シールドを貼りますかっていう、表示が出てきて、これを貼ることによって相手の、攻撃を無効化できます。はい。で、これ必要かって思われる方いらっしゃるかもしれません。避けりゃいいじゃんと。スワイプすりゃいいじゃんと思われる方いらっしゃるかもしれません。なんとですね、事務戦と、レイドバトルであるスワイプで相手の技を避けるというもの。これがですね、バトルの方ではありません。つまり、相手の技1と技2は基本的に当たり続けるっていう状態になります。まあ、だからこそこのシールドが必要なんですよね。例えば相手からの攻撃が飛んできて、これ当たってしまったらまず死んじゃうんだと。瀕死になっちゃうと、ポケモンが。っていうのを分かっている時にシールドを貼るということで、これ防ぐことができるんですが、こちらですね、一度のバトルの使用上限がありまして、これが2回。はい。シールドの上限2回でございます。これよくできてますよね。ポケモンは3体。ですね。まあもちろんこの3体がそれぞれね、相手からのスペシャルアタック一発食らったらやられちゃうっていうか、どうかわかんないですけど、3体でシールドが2枚しか貼れないんですよね。はい。1回使ったらもう消えちゃいます。なので、貼るタイミングがすごい重要になってくるんですよね。また、先ほど言った通り、相手がスペシャルアタックを2個持っている場合は、一度シールドで例えば見切ったと。見切ったけど、もう一個の方の技が分からないんですよ。だから、貼るべきか貼らざるべきかっていう、その、時々の判断がすごい難しくなってくるわけですよね。この辺に戦略性の幅というのが、だいぶ持たれてるな、というふうに、個人的には感じております。はい、まさかの自宅でいきなりスタジオの方に移動しております。ちょっとね、バトル、トレーナーバトルについての補足が一個あるので、何かというとですね、今回バトルで、まあ、さっきスペシャルアタック、技2と言われるやつですよね。これが、まあ、二つに増えますよっていう話させていただいたんですが、これがですね、なんと威力を高められるんですね。どういうことかというと、バトル中にですね、まあ、ゲージ攻撃、まあ、1ゲージ、2ゲージ、3ゲージいろいろありますけれども、それぞれまあ両方溜まっていって、片方が満タンになった時にこう選択すると、で選択するとですね、連打しろみたいな、そういったモードに急に入ります。でこの連打モードがだいたい3秒ぐらいかな、3秒ぐらいダダダダダってそのアイコンを連打することによって、この技の威力がそれどんどん上がります。はい。なので通常のですね、ダメージ、今までの例えば威力1ゲージ100とか120とかいろいろあるじゃないですか、あれを超えてきます。はい。でこのためをやっている間に、相手側はシールドを使うかどうかっていう、その時間内、制限時間内に選択をするっていうような感じになっているんですね。なので今までの事務戦とかレイドバトルでのゲージの威力っていうものを基準に考えていると、思ったより痛いってなっちゃうことがありえます。なので皆様、この連打があるってことを覚えておいてください。事務戦とは違くて、まず技が2個ありますよ、さらに避けられませんよ、さらに威力が倍増できるボーナスタイムがありますよと。はい。こんな感じになってます。いろいろあるんだ、これがね。はい。ということで、ちょっとまた自宅の方に戻りまーす。映像スイッチ。そして、今回、この、相手とのね、トレーナーバトルを行った後ですね、1日に、その、確か、上限はあるんですけど、アイテムがもらえます。これは勝った方も負けた方もアイテムがもらえて、で、この報酬っていうものの、まあ、幅が多分いくつかあると思うんですけども、そのうちの一つにですね、今回僕がプレイした時に、まあ、実際にその、プレス行った時に見せていただいた画像が神王の石だったんですね。ということで、今、神王の石が、大発見の報酬でしか入手できない状態になっています。なので、しかもそれは確率ということで、うわ、マジかよと、思われてる方結構いらっしゃいます。だから僕も取れなかったんで、この前ね。なんですが、ここはトレーナーバトルをすることによって、どうやら補完できると、補填できるというような状態になっているみたいです。なので皆様ね、神王地方のポケモンたち、どんどん進化させたいという方ほど、トレーナーバトルはやる必要があるということでございます。
ということで、今のがバトルの仕様ですね。はい。ここまでわーっと説明した段階ですね、に皆様わかると思うんですけれども、トレーナーバトルによって、いかに出てきたポケモン、相手が出してきたポケモンが一体タイプが何で、そして何の技を覚えているのかっていうものの状況が判断っていうのがかなり必要になってきます。そしてですね、今回これ面白かったのが、相手とのバトルですよね。まあ、倒しきったらもちろん勝ちなんですけども、ちょっとお聞きした話だと、相手の、ヒットポイントですよね。相手と自分、まあ、出してるポケモンにヒットポイントがあるじゃないですか。まあ、バトルがですね、まあ、制限時間内に終了しなかった場合は、割合らしいんですよ。お互いの削れてるヒットポイントの割合から、より、残っている方が勝つと。いうような状態に設定をどうやらするというような、お話がございました。まあわかんないです。実装されたら若干変わるかもしれないんですけども、ということはですよね。ヒットポイント高いやつ良くないみたいな。なんかそんな感じの考え方になりますよね。まあでも、かといってそうすると、例えば、ハピナスラッキーとかを出す人が増えちゃって、それが増えてくると、じゃあ怪力出そうぜっていう人らが増えてきて、みたいな感じで、何が正解だみたいな。まあ多分正解はないですね。対人戦において、もう相手の弱点をしっかりと頭に入れて、状況判断っていう感じになるので、正解は基本的にないんですが、とにかく、ね、今までとだいぶガラッと、仕様が変わるっていうところが、分かってますね。はい。そしてそのトレーナーバトル一体どうやるんだというようなところも、すでに少し分かってきております。はい。トレーナーバトルは、近くにいるトレーナー同士ですね、が対戦コードと言われる、二次元バーコードをスキャンして対戦を始めることができます。トレーナー ID っていうか各トレーナーさんって今あれがフレンド申請するときにも QR コードみたいなやつ出せるじゃないですか。あんな感じでそのコードをこう、QR コードをピッと読み取るのもできますし、そういった形で近くにいるトレーナーさんと見せ合って、交換して、バトルに行くということがこちらできます。で、これはですね、まあ、すぐ近くにいる、方との、まあ、一対一ももちろんできるんですが、トレーナー、フレンドですよね。フレンドのトレーナー仲良し度が、親友以上。はい。親友以上だとですね、なんと離れていても、こちらバトルが可能になります。まあ、なので、親友以上の人作っといてね。作っといて、まあ、家帰ってからでもちょっと今からバトルやろうぜっていうことができるようになるわけですよ。これ結構いいんですよ。それこそだから僕だったらね、ちょっとジャッシュ今からやろうぜみたいな感じで、LINE して、あ、OK! みたいな感じで二人でバトルもできるし、動画も撮れるってことなんですよ。これはすごい画期的ですね。だから家にいながらできることがだいぶ増えたなというふうに、こちらちょっと思いました。そしてですね、まあ、こちらはすでに分かっている内容なんですが、リーグが3つ分かれていますので、CP 上限があります。1500、2500、無制限ということで、マスター、ハイパー、スーパー、この3つのリーグがあるので、全然育成ができてないとポケモンの、3000超えとかいません。レイドとか、事務戦とかしんどいですっていう方でも、1500に合わせることによって、要は、もうバトルが楽しめるわけですよね。もう、なんていうんですか古い人も新しい人も結構均等にバトルが楽しめるようなそんな感じの仕様になっております。そしてこれバトルのちょっと実際プレイしてみた時のね画面をねちょっと僕見せていただいたんですが伝説が選出できるんですよね。ということで、まあ、もちろん伝説っていうのは CP が高いので、なかなかね、スーパーリーグとかでは使えない奴らとかもいたりするんですが、もうそういう伝説同士の殴り合いみたいな感じのこともできるし、CP1500 以下の奴らで、こう、楽しくワイワイみたいなプレイもできると。そんな感じになっております。こちら、近日公開というような、形でね、説明されていて、僕聞いてみたんですよ。どれくらい目安なんですかと。はい、聞きました。ナイアの菅さんにちょっと聞きました。現地にいらっしゃったんでね。ちょっとやっぱ何とも言えないということで、ただ、12月目処っていうことで大丈夫ですかねっていうふうに聞いたら、まあ一応それに向けては動いてらっしゃるっていうような、そんな感じで、まあらっしゃるって菅さんが言ったわけじゃないですよ。だいたい12月目処でっていうような、そんな感じのニュアンスでおっしゃられていたので、多分ですね、まだ整ってないと思うんですよね。実際に触った時に、僕も触った時、ちょっとやっぱり少し、ちゃんと動いてない部分とかもありました。なので、まだその完璧な状態ではないんだなと、調整が。ただ、実際にその触ってね、どんなもんなのかっていうのを理解するところまで来ているので、残り細かい調整とかが、まあ、年内にできたらいいなという目標で、年内目ので、おそらくナイアンティックさんも開発を、今、最終調整をしているんだろうな、というような、感じがちょっと伺い知れました。
まあなんですが、まあ多分正式なリリースタイミングになったならば、お知らせこれあると思うので、まあそれをね、個人的には待とうかなと思っております。それじゃあちょっと今回、発表された内容、そして実際に触ってきて分かった内容のおさらいさせていただきます。対戦、トレーナーバトルはですね、3つのリーグに分かれていて、それぞれ、選ぶことができます。そしてバトルは、対人、そして CPU、各チーム、各トレーナーのチームカラーのリーダーですよね、との、NPC との対戦もできて、フレンドで親友以上が相手ならば、リアルタイムに目の前にいなくても遠くにいてもバトルができるようになります。そして、バトルは3対3、お互いのポケモンが全てやられるかヒットポイントの割合が多い方の勝ち。そして、今回の、この対人戦に、合わせて全てのポケモンが2つ目の、スペシャルアタックゲージ技ですよねを習得することができるようになる。そしてバトル中2回までシールドを貼ることができるが、スワイプで相手の技を避けることができません。なので、今後はですね、状況判断がものすごく難しくなってくると。まあそんな感じですかね。ちなみにですね、ちょっと今回ゲームウィズの、うちのね、ゲームウィズの、ポケモン GO の攻略チームにいる江野さんですよね。はい、昔はね、江野チャンネル自分でも動画出されていましたが、今後スーパーリーグ、ハイパーリーグ、それぞれで誰が強くなりそうなんだと、いうような、さらにね、突っ込んだ内容、今回開示された情報から元に突っ込んだ内容、どれを今準備するべきだと、いうようなお話の動画を近日中に、ちょっと江野さんとこうお話ししながら、出そうと思いますので、そちらの方をお待ちください。はい。そんな感じでございます。あとちょっと話し忘れちゃったんですけれども、今回このリーグですよね、それぞれが、普通の事務戦とかレイドの時みたいにパーティー組めるんですよね。まあ自分なりに毎回使うのはこいつらにしようかなっていうのを組むことができますので、そちらの方もね、活用していけばいいんじゃないでしょうか。ということで今回はこの辺で動画終わると思うのですが、一個だけちょっとお知らせがございます。はい、ちょっとね、これポケモン GO じゃなくて山田チャンネルっていうか山田の、ただの山田の宣伝なんですけれども、ですね、私山田、ちょっとね、新しくチャンネルを作りました。はい、さらっと言っちゃってるけどね。はい、ですね、山田ゲームチャンネル、はい、こちら解説いたしました。やっぱりね、ちょっとこっちのね、山田チャンネルですねがあまりにもゴリッゴリの実写やロケが多いというところで、ゲームチャンネル、ちょっと作りまして、そちらの方でいろんなゲームまたプレイしていこうかなと思っております。あ、もちろん山田チャンネルは今まで通り、やっていきますので、よろしくお願いします。もう一番盛り上がってるタイミングですからね。全然もうこっち普通に今主体でやってるのにもう一個作っちゃうっていう、でもうよくわかんない状況なんですが、まあ、なんで解説したのかみたいなお話はよかったらね、そちらのチャンネルの方に、山田ゲームチャンネルの方に、上げてありますので、よかったらそちらの動画をご覧ください。はい、そんな感じでございます。それじゃあ、今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あ、山田ゲームチャンネル、概要欄の方に貼っとくんで、よかったらそちら飛んで、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。